こんにちは、よろしくお願いします。いつも切ってくださってる、髪を切ってくださってるカームの樋口さんです。2度目の登場です。よろしくお願いします。今日はですね、安田なるみさんでお願いしたいんですけども。いいですか？めっちゃ可愛いですね。ちょっと短めなんですけど、お願いできますか？このこれでもういけますかね？はい、ちょっと前髪が、あ、そうなんです。安田なるみさん、ここ斜めってて、そのこう短いんですけど、すごい可愛いらしい。はい、あ、はい、画像をね、はい、事前に送らせていただいてじゃあお願いしていいですか？はい、はい、じゃあ安田なるみさんによろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと短いですよね。はい、いただいてたのが、うん、ちょっとこっちとはちょっと違いますね。うん、こっちのイメージですかね。そうですね。シンメトリー。うんうんうん。そうですね。はい。そうなるとやっぱりここのどっちがどっちからします。流れ的にどっちがいいですかね。いつもやっていただいているのはこっちですよね。前回もこっち短くしてましたもんね。本当だ。本当だ。こっちの方がいいですね。これって、うん、ここを短くして、うん、繋がってないんですよ。これをあと短くて、うん、その上にちょっと広い感じでこう、はい、流れてんだ、はい、結構ここまで短くして、大丈夫です、大丈夫です。全然こっち、前髪はこっちの方がいいかな。ああ、前髪はこっちにした、はいはい、ここまで長くなくて全体にこう短い感じの方がいいんですかね。あ、でもこっちの方がいいか。こっちにします。はい、こっちにします。はい。で、まあ、耳出てて、はい、耳出てて、はい。ちょっとこう段も入って、はい。短めになると。そうですね。刈り上げではないけど、はい、うん。そうですね。お願いします。はい、うわ、銀座読みたかったんです。あ、ですか。めっちゃ嬉しい。読んじゃおうかな。あ、出た。クレアの年末のね、贈り物特集ね。好きだわこれ、好きだわ。年末に必ず出るんですよねこれ。ね、贈り物バイブ。あとこれ、そう、美味しいのいっぱいね。あとこれ読みたかった、あいみょんでしょこれ。銀座 G も好きですけど、ね、あ、そうなんですよね。そう、 G がなかなかね最近ね。大丈夫です、売ってるところもなかなかなくなったんですよね。そう、これが読みたかった。おしゃれな人が毎日使うものっていうのが読みたかった。気になります。気になる。おしゃれな人の日常気になる。大きいもだいぶおしゃれですね。大きいね、かわいいですね。あの昔ながらのこのやつが流行ってんですね最近ね。エモいとか言ってね、ってことですよね。うわ、コロコロの新しいのが出てる。おしゃれなやつが出てますこれ。欲しい。コロコロ好きだから。コロコロ好きなんでしょ。大好きです。なんかあれですか。うん、使い分けてるんです。五六個あって、超でかいロングバージョンみたいなやつもあるんですよ。絨毯用とか。超大きいのって何センチぐらいあるの？コロコロの幅っていう。このコロの幅、はい、このぐらいあります。あ、結構広いですね。そう。だから一気にこうコロコロできるんですけどね。でもこの粘着テープが売ってるのがなかなかないんですよ。なんかそんな気がしました。そうなんです。普通のところになさそうです。そうなんですよ。だからそれはちょっと大変かなって思うんですけど。レザーを使ってますけど、うん、レザーというのは、あ、レザーってカミソリ。あ、さっきからカミソリだなって思ってました。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。カミソリの方があれですかね。カミソリだと、うん、なんかちょっとこう、何でしょうね、
馴染みやすいというか。へえ、そうなんだ。もうお任せします。ありがとうございます。マグロのおせちですって。へえ、いくらすんだろう。あら、2万円。あらららら、そらそうですよね。すごいな。なんかローストビーフの見たことあります？そうですか、はい、ローストビーフのおせち、映画で。あ、そうですか。そうなんだ、あるんですね、ローストビーフおせち、はい、すごいな。はい、お願いします。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。すいません、お願いします。すごい、毛がすごい。すいません。つけても大丈夫？あ、全然大丈夫です。よく寝ちゃいますよね、私。本当によく寝ちゃう。寝たのに。大丈夫。ありがとうございます。完成でよろしいですか？はい。ありがとうございます。安田なるみさん風カット完成です。できました。すっきり、すごくいいです。安田なるみさんにしていただきました。すっきりしました。ありがとうございます。2022年、今年もよろしくお願いします。森三町大島でした。